どうもナミさん、お疲れ様です。速稼塾の久保です。今回のクリスマスキャンペーンも無事終了ということで、協力できてね、私も良かったなと思っております。それからまた年末年始もあるということなんで、まあ時々刻々とね、変わりゆくこの世代にナミさんからね、素敵なプレゼントはまだまだ続くということなんでしょうね。やっぱり変化の激しい時代って言いますけども、まあ言ってみれば昔から変化は激しい時代だったんですよ。でこの変化っていうのはなんでね、変化するかっていうと、まあ自分が変化に取り残されてるからそういう風に感じるんですよね。そのギャップがね、ついていけてたら、まあこの程度の変化だったら大丈夫だよみたいになるんですけどね。まあそんな形でナミさんからね、送られてくる情報ですとか、それからナミさんにお問い合わせをされた方とかね、いろんな問題を解決するための情報発信をこれからも続けていただけるんではなかろうかと思います。で私ちょっと最近ね、ライブ放送で悩みはどこから来るのかなっていう風な一人語りをしてるんですよね。でその悩みの中には、生活の悩みと人生の悩みっていう風に2つに分けるとものすごく分かりやすくなってくるなっていうところがあって、で生活の悩みってのは主にはね、お金によって解決できることなんですよ。例えば電気代がどう値上がりしたとかね、野菜が高くなったとかね、今月の支払いどうするとか、税金が上がったとかね、まあ、そういったことが生活の悩みなのかなと思います。で人生の悩みっていうのは、実はね、お金ぐらいでは全然片付かなくって、主には精神に依存するんですよね。自分がそれをどう捉えているのか、苦しい時をあ、なんか面白くなってきたなっていうふうに捉えるのか、苦しい時を絶望と捉えるのか。でね、この前ものすごくいい問答があったんでここで紹介したいんですけども、ある方がね、ある方に相談をしたんですよ、公の場で。バーッとみんながね、200人ぐらい集まってる中で、質問って言ってね、手を挙げて司会をされてる方に質問したんですよ。今私は世の中に希望が見出せないと、いろんなことが絶望に見えてしまうと、あれもやだこれもやだと、将来もすごく不安だと、一体生きていてどんなことが希望になるとお考えですかっていうふうに聞いたんですよね。で司会の方はこう答えたんですよ。簡単ですと。希望はあなたですよ。希望は皆さんですよ。そういうふうに答えたんですよ。いや私ね、ハッとしましたね。ここからはその司会の方が言ったことではないんですけども、私なりに解釈すると、絶望を感じてるということが希望なんですよ。これ逆説的ですけども、自分はこの先どうやったらいいんだろうか、本気で悩んでいると、本当に行き詰まってるんだって、その行き詰まった人がどうにか助けてくれと手を差し伸べてくれる人を待っている。悩み苦しみ問題解決ができないって人がたくさんいるときに、その司会の方はきっとね、そういう方が集まるでしょ、だから希望なんだよって言ったと思うんですよ。これはトンチでも何でもなくってね、何が苦しいのかわからない、何に悩んでるのかわからないという漠然とした悩みっていうのは解決のしようがないんですよ。でも未だに奨学金が返せてないんですとかね、どうしても親から引き継いだローンが苦しいんですとかね、人間関係がうまくいってないんですっていうふうに、苦しみが具体化されればされるほど、自分がどこが痛くてどこが辛いのかって分かれば分かるほど、それは治せるよってことなんですよ。だから明確な絶望は明確な希望になるんだっていうふうなね、表裏一体なのかなと思うんですよ。あとはそれを誰が解決するのか、どんな方法で解決するのかっていうところをつないでいけばいいだけなんですよね。で、全ての悩みには必ず解決策があるんですよ。たまたま今日の時点で自力で解決策にたどり着いてないだけで必ずある。それが多分人生の悩みであり、人生の悩みを解決する方法なのかな。だから人は検索して自分の悩みをね、解決してくれそうな人を探しているんだろうなと思うわけなんですよね。で私はまあビジネスをしていますんで、ビジネスの悩みっていうのは結局お金が稼げれば終わりなんですよね。単純なんですよ。お金が全てじゃないっていう人いますけども、その通りなんですよ。お金の問題を解決しても人生の悩みはね、とても私では解決できません。だから自分の絶望に早く気づくことが大事なんですよ。ああこれがあると気が重いなというふうに気づいた時に、じゃあそれを手当てしましょうっていうふうな次のアクションが生まれるんですね。だから絶望っていうのはそのまま希望になるんだなと。
で、ここで先ほどの会場に集まった人にまた話を戻すんですけども、世の中がね、どうしようもなく絶望に溢れていて、希望なんて見出せないよって思ってるあなた、あなたが希望ですよ。あなたが同じように絶望を感じている方をここに一人連れてくる、二人連れてくるっていうふうなことが大きな力になる。だからあなたがいてくれることが希望なんですよ。ね、その方は、その司会の方はね、山本太郎さんなんですけども、国会にいると本当に絶望するらしいんですよ。どれだけ自分が酪農家や農家や中小企業、零細企業の人を守ろうと労を尽くしても誰も取り合わないと。みんなそっぽを向いて、いやいや金持ちだけがうまくいけばいいんだよと。権利団体に俺たちは尻尾を向いていくんだよとなってるわけなんですよ。そしてどんどん日本が壊されていって全然違う国になってしまうと。いや絶望だと。でもその国会を離れて国民の声を聞くと、助けてくれ、ああしてくれ、こうしてくれっていうふうに、まさにそうそう、そうすればこの国は持ち直すんだよなっていうふうな、国会の中では聞かれないような希望の声を国民から聞かされるそうなんですよ。だから頑張れるとかね、言ってましたね。いやーなんかね、別に政治政党思想信条を抜きにして、私も同じです。きっとナミさんも同じじゃないかなと思うんですけども、動画を上げて、何がしかのね、LINE 登録を促してみたりとか、今回のセールスはこれですよと、皆さんの悩みを解決するためのコンテンツを作りましたっていう時に、お問い合わせが一件でもある。まさに希望じゃないかなと思うんですよ。助けてくださいと、LINE 登録をポチッとする方も、そこから大きく人生の舵を切れるんじゃないかなと思うんですよ。ね、ナミさんこう思いませんか？よくぞ私に連絡をしてくださった。絶対にあなたの問題を解決するからねと。これビジネス抜きで本当に打ち震えるような喜びであり、私たちビジネスを世の中に提供するものとしては希望なんじゃないかなと。いやもう稼がなくていいよと、ビジネスもいいよと、もう困ってないよ、もしくは諦めたよ、そういうところに希望はなかなか見出せないんですよね。だから私たちの差し伸べた動画というね、手に手を伸ばしてくれてグッと捕まえた時、それが LINE 登録であったり再生数であったりチャンネル登録であったり商品が売れたっていうことなのかなと思うんですけどね。はい、じゃあナミさん、良いメリークリスマス、そして年末年始を、いってらっしゃい。